開発コード ATT066 再調整ナンバー YZN220VS コードネームアプトム損種実験体ロストナンバーズコマンドとしてソムルムダイムと共にガイバー1と交戦するが敗退ただ一人生還したその後ドクター・バルカスによって度重なる再調整を施された結果 細胞サンプルさえ手に入れば全てのゾアノイドに即時重化可能な万能型ゾアノイドとして生まれ変わったこの姿はグレゴールバモアエンザイム2の各々の有性因子のみを取捨選択し自己改良を行い圧倒的な戦闘力を身につけた複合形態である推定身長 302cm 推定体重 314kg なおアプトンは「ガイバー1追跡任務中行進を断ち消息不明である」。